皆さん、こんにちは。こんにちは。東京財団政策研究所、教職の制度設計を再構築する研究プロジェクトの松本美奈と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。本日は、教育再生実行本部で第4次提言をまとめられた遠藤利明先生をお招きしております。遠藤先生は、この第4次提言の中で、教員チーム学校だけでなく、教員の能力、その担保ということで、かなり踏み込んだ提言を出されています。国家資格化です。この重要な提言について、なぜこれが重要、これが、を提言に盛り込まれたのか、そしてその時の思い、これを実現するためにはどのようなことが必要か、実現した後も、いろんな工夫が考えられます。そういったことについて、先生にお話をいただき、次の時間といたします。遠藤先生、今日はどうぞよろしくお願いします。1時間で。はい、大丈夫です。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、遠藤利明です。実は、教師の国家資格、実は、先ほど教員って話ありましたが、私、教員大嫌いなんです。なんでいいんかと。昔、広辞苑ちょっといたときに、院っていうのは一般の人で、そして、侍の師は、その資格を持ってる人。で、教師の師は、まさにその資格を持って導く人。なんで日本は教員って言うんだろう。これは戦前から教員なんですが、戦後の時に労働組合が、労働者だということもあって、教員。ですから、教職員といつも言うんですが、なんとかその教師に直せないかと。実は昔、看護師さんが看護婦さんって言ってました。その看護師の資格を取るために、20年ぐらい、政治活動して、ようやく看護師になったんです。で、例えば、鍼灸、マッサージさんもそうですし、やっぱり師というのは、まさに、師匠ですし、先生をなんで院って言うんだってんで、二教祖の方もやり合ってるんですが、何代か前の、初等中等教育局長やった、高橋道康さん、今の放送大学の理事長ですが、彼に言ったときに、彼は、じゃあ、全部直しますと。法律用語は直せないんですが、通常、初中局で出す文章を全部教師に直してくれたんです。やっぱり名は体を表してありますけど、教員って言ってるようじゃ、なんか社会的評価は低いんじゃないのと。ぜひこれを直したい。で、亡くなりましたが、宮川紀子さんという政務官がいて、彼女が頑張って、そして全部教師でやろうと。ですから今、これ全ての法律を変えるのは大変ですけど、一括法ならコンピューター出力できるんじゃないのと。今、圧力をかけています。まあ、簡単じゃないんですが、やっぱり、名は体を、教師という、社会的な評価を得るためのものの考え方、それで教師が大事だということをみんなが認識しないと、国家資格化どころか、どんどん、今のように、教師の、採用試験、なり手が減ってきて、で、現地に教師不足が行われていると。まあ、毎年、今、100万人ぐらい講師で先生がいるはずですが、最近何百人とか足りないと。それも、前は、嘱託といいますか、臨時的な先生を、もうどんどん、一般の先生に、正式な先生するもんですから、なおさら足りなくなっていると。ですから、で、なんで足んないのって言ったら、要は、二つあって、一つは、教師の待遇が悪いと。まあ、働き方もありますし、4%なんても、ほとんどもう差がないわけで。そうすると、その教師の待遇、それからもう一つは、社会的な評価は低いと。これを言うと、本当は、学校の先生なり、教育学部の先生方は申し訳ないんですが、残念ながら、モンスターペアレントが最近、話題という問題になってますけど、要は、世の親の方が私たちの方が偉いのよと。私たちの方が上なんだよという意識があればあるほど、学校の先生を尊敬しない。で、尊敬しない、親から、受け継いだ子供はやっぱり尊敬しない。そうすると、やっぱり学校の先生というのは社会的な評価はどうやって上げていくか。で、その待遇もその一つですが、この二つがやっぱり大きな、課題なんではないかな。実は、お手元に、
親父と書いてありましたが、私のこれ文藝春秋の2019年4月に書いてくれたんですが、私の親父、正親父は昔の私学校で、ね、で先生になって、そして最後は田舎の中学校の校長に呼ばれたんですよ。まあ今で言ったら暴力教師かもしれませんが、ほとんどの生徒を叩いたんで有名なんです。でそれも三角定規の一番とんがっとくで叩いた。危ないんですが、ただ当時ありますが、カラッとしてたというか、それで実はここに書いてありますが、死んだ時に母子として挨拶したんですが、ここにいらっしゃる方は多分うちの親父がほとんど叩いたかなんかしたと思いますから、みんな大笑いになっちゃって、葬式でなんで笑いになっちゃうんだって後でみんなに叱られましたが、まあそんな今でいう熱血教師だったのかな。おふくろもこれは高等女学校を出て、その後二部の市役学校行って、そして学校の先生にも勤まりました。僕は途中で、うちは家業で、店もやってたもんですから、途中でおふくろは辞めたんですが、まあ二人とも私にとっては素晴らしい教師だったなと思ってます。若干、親父おふくろにノスタルジアがあるせいか、教師ってのは素晴らしいものだと。やっぱり教師がしっかりしなければと。で、今日安西先生いらっしゃるんで、なんか安西先生の前でこんな話をするのは大変誠実でなんですが、それとも同時にちょっとここしばらくこの教育させて実行本部長をやった後、オリンピック、そしてラグビーワールドカップの、まあ、責任者をやって、その後4年前に、終わったと思ったら木田さんの選対本部長をやったり、で3年前から選挙対策本部、選挙、自民党の選挙対策委員長とか、総務会長をやっていましたんで、すべて議論をしておりませんし、また最近こうした話をするのも久しぶりなんで、ちょっとなかなか内容が支離滅裂かもしれませんが、まあ、ご容赦いただきたい、思っています。実はずっとそういう中で、学校の先生を見てきて、私も実は、ちょっとだけ学校の先生になりたいという気持ちもあったんです。ただ、より政治家になりたいという気持ちが強くて、今、政治家になりましたが、将来の夢はと言われると、大体私はずっと、中高等学校の、寮の社官やりたいと。で、ラグビーをさせて鍛えたいと。まあ、そんな話をしましたが、今でも学校の先生というのは素晴らしいものだと。まあ、素晴らしいものになってほしいという思いをしております。で、それだけに、学校の先生の、試験、応募が、1点何倍とか2倍とかって大変、残念です。で、かつては山形県なんかは学校の先生の応募なんて大体15倍とか、ほとんど山形でなれなくて、東京や千葉、埼玉、神奈川で合格すると。まあ、東京が悪いとは言ってませんが、そのぐらい学校の先生との評価も高くて、なりても多かったのが、なんでこうなっちゃったんだろうと。そうすると結果的に、さっき言った、一つは先生の待遇、働き方もありますし、そして給与もありますし、そうした待遇の問題と、そしてもう一つは、その評価の問題。今から十何年前、もう二十数年前になりますが、私の同級生が、山形大学の教育学部の教授4人やってました。まあ私同じような成績だったからどうなんかわかりませんが、で、ある時にそのうちの一人、夜酒飲もうと言ってたら、電話が来て、遠藤悪いけど給与より行けないと。なんだと言ったら、いや、実は、教育学部の先生が、文理学部の教授に栄転すると。今日そのお祝い会だと。言われて愕然としました。なんで文理学部の先生なのが栄転なんだと。そんな、お前、感覚でやったら、あなたが、お前がプライドなければ、プライドない先生から教えてもらう生徒なんて惨めじゃないかと。そうすると、やっぱり先生がどうやってプライドを持てるかと。そうすると、その教える先生が、大学の先生もプライドを持たなきゃなりませんし、そう考えると、やっぱりこの、待遇と、それから社会的評価、これを上げていくと。
これは最大の課題だと思って、実は教育再生実行本部の時に取り組んできました。実はその時に4つのことを最初考えたんです。で、1つはグローバル人材の育成。これは安倍さんからもぜひやってよという話があって、まず第一提言はグローバル人材の育成で、まあいろいろあるんですけど、その中で英語教育を教養の英語から実学の英語に実用の英語に変えようということで、いろいろ議論して、最終的にトフル、アイエルス等の民間試験を導入しようというふうに決めました。もう自民党のこの本部の会合で9割反対でした。で、一番反対だったのは大学、そして、高校の英語の先生の関係者。読み書きが正しいんで、聞いたり話するっていうのは、あまりその当時授業にないというか、経験ないかったんです。で、昭和39年だったんですか、平泉渉、当時の衆院議員と、それから上智大学の、何ですか、英語教育の専門家と、その二人の代理論争があって、義務教育でやるか、それとも、好きな人、必要な人を集中してやるかと。で、必要な人が集中してやるときは、もう読み書きよりも、まずは教養じゃなくて、実用の英語を考えよう。で、民間試験をやろう。というのが昭和39年の大論争だったんです。で、結果的に、やっぱり義務教育をという声が強くて、やっぱり読み書きの教育がそのまま、中心となって進んできました。でもそれを転換させようつって、IELTS と、それから TOEFL と、こう、やったんですが、最終的に、当時の、数年前の大臣が、やっぱりみんなの圧力があって、やめると言って、頓挫してしまいました。でも今でも、それしか方法はないと思っています。で、その時にもう一つ反対は、民間試験を、国の公的な分使えるかと、っていう話がありました。しかし、私は単純に、子供がその語学を覚えるって何かと、お腹の中でお母さんの声を聞き、で、子供のうちに、親のとか兄弟の声を聞いてうちに、最初はバブバブで、そのうちチョコレートをチョレコートと言って、そしてそのうちに、簡単な言葉を言って、その頃に幼児教育で読み書きを習う。最初は聞いて話すことが先ですよと。だったら最初から聞いて話すということを中心として考えたときに、アメリカやヨーロッパでそうしたことができる方法何言ったら、やっぱりアイルツや、あるいはトフルの方がいいよねと、そういう提言をしたんですが、残念ながら一応決定をしたんですが、当時の大臣の判断で頓挫してしまいました。ですからグローバル人材つと、何もこっちだけ話す必要はありませんが、中には教養が大事だとおっしゃる方いますが、いくら木の綱焼きがどうだとか、源氏物がどうだとって、言葉が通じなきゃ教養が伝わらないわけですから、まずは言葉が通じること。ですから、民間試験をやるべきだということで、これが一番主な形でした。で、平成の学生改革については、お手持ちありますから詳しく申し上げませんが、6334制っていうのはもともとアメリカから来たわけですが、アメリカ自体がもう6334制ってやってないよと。で、子供の脳の成長を考えたら、大体、小学校4年から5年で、脳の発達が変わってくる。脳学者なんかの話聞くと変わってきますよねと。それから、女性は分かりやすいわけですが、生理学のが大体4年生から5年生。ですから、体も頭の成長も変わってくるんで、4年生でいいんじゃないですか、という話をして、まあ、実はそれが今、5年生、6年生を、専科教員に使っているのは、実はもう、それ、実態はそうなんです。ただ、まだ6334制を超えられない。で、実はその後、この議論をしたときに、じゃあ、中高一貫ありますが、小中一貫をやったらどうかという議論があって、で、私もその方がいいということで、小中一貫校を作る提案をして、でどういう名前にしますかって言うんで、じゃあ、
義務教育だから義務教育学校にしようと言って、今制度化されています。いくつかの学校で今小中一貫やってますが、その時に現場をいろいろ見た時に、宮城県にステルスラっていう、ゴム賞だったからバドミントンのチャンピオンが出た学校ですが、そこは、小中一貫にして、432で切って授業を進めてました。ですから私は432も一つだし、あるいは45もいいよねと。どうせ今、教科、専科教に使ってるのは、そうすると5と6と中1、2、3ですから、だったら4と5でもいいよねと。まあ、それぞれの判断でいいんですが、やっぱり今の学生は、変えていいんじゃないのと。だからもう一つは、人生、我々65歳で老人ということだと、これは WHO が決めてるんですが、昭和36年の国民皆保険制度ができた時の日本人の平均寿命は68歳です。で、この議論した時にもう80歳超えてます。で、そうするともう十数年長生きしてるわけですから、日本の社会システムを変えていいんじゃないということが一つ。だから私今、老人というのは65歳ですけど、70歳にしろと。そして、後期高齢者は80歳にしろと言ってますが、これ今、ちょっとやり合ってます。ただ、その時に学校教育制度も、同じような形でやる必要があるんじゃないのと。そうすると、4号もいいし、場合によっては、実質的に高校は義務教育化してるんで、そして支援金出してますから、だったら444でやったらどうかと。そうすると、444でいいのは部活動が比較的しっかりやれると。体育ではありませんが、課外活動が今中学も高校も3年しかありませんから、2年ちょっとで変わっちゃうと。それを3年、4年あれば、もうちょっと長くできるよねと。そうすると、ちょっと得意な授業をしたり、得意な活動もできるよね。ですから、444もいいよねと、こんな話をして、これ決めつけてませんが、そんな、学生もあってもいいんじゃないかと。で、その時に、今いろいろ議論したの、もう一つは、80何歳になった時に、その6334で卒業しなきゃならないのはおかしいんじゃないのと。特に私のうちの息子は子供の時に少し若干喘息系だったんで、少し休んだりしてちょっとスタート遅れたんで、6年生の時にそこの当時の校長に頼んで1年間伸ばしてもらえないかと。そしてその掛け算から何からもしっかりちゃんとやって1年伸ばして中学でダメかつはダメですと言われて、残念ながら残念という、まあまあ今は普通に戻ってますが、最後は安西先生とお世話になりましたけど、でもやっぱりこれだけ長い人生になったんなら1年2年遅れてもどうってことないんじゃないのと。で、人によっては早く卒業してもいいと。で、こういう今個別最適化とかいろいろ言ってますけど、個性をその個人個人の成長スピードに合わせた学校教育制度でいいんじゃないだろうかと、そんな提案もさせていただきましたが、まあ、少しずつ実態は変わってきていますが、大筋はまだ変わっておりません。さっき言ったように、現実的には6334制が、実質的には45になりつつあります、中身的には。その方が、中学の何とかの壁とか、何個もありませんし、普通にスライドできるんで、まあ、そっちの方がいいのかなと思っています。だから、大学入試の学校改革は、今のセンター試験は、アメリカのSATみたいに、そこを通れば、あとは大学が選ぶという形にできないかと。だから、英語の試験もその時に、批判をされたんですが、私、英語教育、民間試験の反対の人が一つは、平等じゃないと。トフルとIELTSとか、英検とか、こんなの評価できないと。これ、私が実は、セファール換算しろと。当時、予備校なんだっけな、有名な英語の先生に頼んで、セファール換算をしてもらったんです。ですが、確かに平等でないったら平等でないんです。今度は平均数ないですか。大まかな平等だと。だから、これは、あくまでも大学がそれぞれの自分の大学でやってくれればいい。
ですから、例えば東大の法学部なら、そのうちはアイレスなら何点、トフルなら何点、私はあと英検はもうやめた方がいいと思ってるんです。日本人のための英語やったってしょうがないと。ですから、あとはまあせいぜいアメリカと若干連動する上智大学のティープとか、あとケンブリッジなんとかとあります。こういう外国との互換性あるやつを、その大学が自分の大学の判断で落ちる。で、そのクリアした人は受験させる。だから、その英語試験を選考試験になるので、資格化試験、そこを超えなければ受験させませんよと。で、どうですかと言って、いろいろ、騒ぎましたが、まあ、残念から最後、まあ、そんな感じになっちゃいます。ただ、当時のその後、東大の五ノ上先生と話したときに、実は、私たち大賛成です。医学部の推薦入試はトフルでやってます。で、医学部の推薦入試でやってるのになんで他ダメなのって言ったら、いや、教養学部の先生が反対でできないんです。そう。大変残念でした。で、当時、朝日新聞が強行に反対で散々叩かれました。でも今でもこれは正解だとは思っています。その他の、ただ、あの時の入試の改革について私もちょっと、疑問があって、その後ちょっとオリンピックなんかやってたんで参加しなかったんですが、あれはあのまま強行しなくてよかったんじゃないかと、こっちはそう思っています。そしてその一番大事な人材確保の制定部会は、実は道半ばで、教育政策実行本部長を辞めてしまったんで、一番心残りです。で、第二次提言で、ここにあります、熊谷大君、今、宮城県の何とか町の町長をしていますし、有名な長谷博士とか、それから上野美智子さんという方が、第四条先生が、提案の翻訳をしていただいております。まあ、そこの中で、人材確保を、これは教師の、質の向上ということで私やってたんですが、小渕優子さんから、いや先生と、行政なら人格法を高度化すると、新人材確保ということどうですかって言うんで、あ、それいいよね。で、新人材確保の制定と形にさせてもらいました。まあ、そんな中で、一番やりたかったけど、最後時間なくて自分からすると中途半端なのは、この新人材確保、先生をどうやって、レベルの高い、そして社会的評価の高い先生にするかというのは最大の課題だと思っておりますし、その当時も思っていました。で、学校に、現場をよく見ると、優秀な先生というのは45人でもきちっと、例えば進んでる人、まあまあ普通の人、遅れる人をきちっと整理をして授業してくれます。そのまま優秀でないと一つ語弊がありますが、そうでない先生は20人でもうまく学級コントロールできません。ですから私は35人学級悪く思いませんが、その金あるんならまず優秀な先生待遇してよと。そっちの方が本当に優先かなっていうふうな思いをしてます。反対はしませんが、ちょっと逆に先生の待遇改善と社会的評価の意味があるかなと。そうしたときにさっき教師の話をしましたが、そもそも、学校の先生って誰が免許を出してるのと。そうすると、実はこの Q&A に書きましたが、若干この途中に、一部報道ではとありますが、国家資格試験の実施などと報じられますが、提案はしておりませんと。提案はしてないと言ってますが、実は提案はしてたんです。ただ、その当時まだそこをね、書ききれなくて、そして、ここに教員採用試験の国家試験の問題作成が大変で、一次試験の問題作成を国が都道府県に代わってしてくれないかという要望をマスコミが勘違いして報道したものと書いてありますが、その下が実際、現在でも教師免許の国の制定した課程を取得したことで、国の制定した課程を取得したことで、教員資格としてるんだから、国家資格と同じなんですよと、これ若干、
弁法を申し上げました。正直、そうは思ってなかったんですが、まあ、その当時はこう書かざるを得なかった。で、戦前のその教員免許は、小学校については、大臣か、文部大臣か、あるいは、今でいう、都道府県知事です。ただし、その当時の都道府県知事は官選ですから、実際は、史学官という国から派遣した人が、現場を仕切ってましたんで、自治的には国の、認可と全く一緒です。で、中学校は、これは、ちょっと、すいません。今あれですかね、中学校は高等師範、あ、高等師範、そうです、高等師範については、高等師範が何校出た人ですが、これは大臣です。ですから、戦前は実質的には国家、文科、大臣が選定して同じ状態です。で、今はというと、今は皆さんご存知のように、大学が、自分の在籍している教育委員会で一括して届け出して免許をもらっています。で、これ、さっきも文科省で、じゃあ、これ山形県だし、山形の住所だから、学芸大に行ってたけど、山形で免許もらいたいって言ったら、それは自分でやる分には可能です。しかし、大学は、学芸大学は、何県出身であっても東京都教育委員会に持ってきました。ですから、教育委員会です。で、結果的に、これもさっき言ったように、国の、こうした、基準にのっとって、大学で資格を取るわけですから、まあ、弁法で言えば国家試ですが、やっぱり国家資格じゃない。で、そう考えると、さっき言いましたように、看護師さんも、それから、耐久マッサージさんも、みんな大臣資格です。この人たちが悪いというわけで、ほとんど、侍とか師という師匠の師の人は、国家資格なのに、なんで学校の先生だけは教員と言われ、県の資格なのと。これをなんで変えないのと、実は、あの時から文科省とやり合ってます。で、さっき言いました、ステータスという言葉を言いましたが、やっぱり評価されると、それが、特に今、大学進学率は56%ぐらい。まあ、専門職大学とか、専門学校を入れると80%になりますが、やっぱり世の親の方が学歴高い人いっぱいいるんで、やっぱり社会的に評価で、で、学校の授業で、学校で何が一番大事かって、やっぱり8割方先生かなと。建物が少々雨漏りしようが、あるいは運動場が狭かろうが、まあ、iPad は、今一生懸命させてますが、なかろうが、先生の指導力を受けるのはかなり実質的には違うと。ですから、やっぱり教師が一番よね、ということで、実は今でも思ってます。なんとかして、この教師の待遇改善をと、社会的評価を得たい。具体的にどうするのと。ですから、まあ、今回文科省も、4%の調整で手当を10%と言ってますし、あるいは、奨学金もらったけど、先生になったら返せなくていいよとか、まあ、いろいろ言ってます。ただ、待遇、そういうふうなお金の問題もありますが、やっぱりプライドなんだと思います。そうすると、さっき言いましたように、全国の大学で、教育学部の評価は必ずしも高くありません。どちらかというと、医学部とか、工学部とか。教育学部の先生は悪い、卒業生は悪いと言いませんが、その学校の中での評価は決して高くない。そうすると、地域全体で、例えば私の山形大学で言えば、医学部すごいよねと、あ、工学部すごいよねってなりますが、そうすると、総じて教育学部すごいと言わない。
やっぱりそのここに、何とか方法ないか。そうすると一つは国家資格。もう一つ、学校の先生が、優秀な高等学校の校長先生がテレビに行った時に、大学の准教授をすると、大学の准教授が上に座ります。で、本来、高校の優秀な校長なんて、大学の教授で立派な人いっぱいいるのに、なんでって、やっぱり大学の教授が上なの。で、たまたま和歌山県に視察行った時に、和歌山県は、和歌山大学で優秀な校長を、和歌山大学特任教授かなって肩書きをつけて、その人たちにいろんな地域の活動をしてもらって、途端に、教授の名前ついた途端に、評価が高いし、いろんな次行ったり、一番上に座ってやってます。で、なんで、かなと思って、やっぱり教授という魅力かな。で、そこで今、実は文科省とも話してるのは、今、教職、大学院は2割の実務教員です。本当は4割実務教師でいたいんですが、それを、教育学部、あるいは課程認定する学部の、少なくとも教科担当は全部実務経験5年以上とか、いうふうにして、それから初めて助教で取りますよ、というふうにすると、学校の先生にならないと、その人、教授になれないわけですから。そういう一つの通過儀礼といいますか、ルーティンを作れると。そうすると、教授になりたい人とか、一回は先生にならなきゃならないんです。そうすると、これだって、評価を一つ上げていく方法じゃないのと。さっきの、特任教授のように。こうして、評価を上げていく。こんなことも、こう一つあるんではないか。で、昔、この議論をしてる、その前に副大臣をしてるときに、教職大学院で大論争というか、役人と散々やり合いました。で、私は、薬学部が6年、獣医師が6年なのに、最も大事な人間を作る先生はなんで4年で免許取れるのと。これやっぱり6年すべきだよねと。そこで教職大学院を作るっていうので、将来全部6年制するっていうならと言って、3ヶ月間役人と喧嘩をしました。当時、伊吹大臣だったんですが、当時の、高等教育の、新刊来て、いや、大臣から、了解もらいましたと言うんで、いや、大臣が了解してもしないと。決裁しないと。でもその時は、首になるだけですと。で、突っぱねて、3ヶ月ぐらいに、さすがに役人も根を上げたのと、当時、玉川大学の小原先生、それから、神戸の梶田先生、二人からもう準備していくから、何とかしてよと。もうね、小さく産んで大きく育てるからという話だったんで、やむを得ず決裁をしましたが、今でも4年生では足りないと思っています。ましてや、今、ICT とか、それから、道徳もそうですが、ICT、英語、現場の、教える内容が増えてるのに、同じ4年生でいいのと、ということが一つ。それから、おざなりの教育実習なんかやめてほしいよね、と。おざなり教育実習やると、母校の先生はみんな困ってます。自分の、卒業生だから頼めば嫌と言わないけど、先生になる気もない、ただ免許取りたいために、こらえて、本当は迷惑なんです。でも卒業生だから断るんです。あんな4週間やったって何の、実習になりません。だったら、実はその中で一つ、これ、この中にちょっと書いてますが、4年間、やったら、1年間インターンであって、ここで教育実習実績も同じよね。あるいは、今、5年生の一貫教育やってますが、教職大学に一緒にして、そして、4年生の時に一次試験やっちゃうと。で、一次試験合格した人だけ、1年間現場実習をさせます。で、その人に、当然、一次試験を関連すると先生になれないわけですから、その人に、現場で実習なんかもったいないと。学校の
現場疲弊してるわけですから、でそんなこともできないかと、こんな、話などもいろいろさせていただきました。さっき言いましたように、最も大事な人間を作る先生が4年生で、そして、別にバカにする人ですが、獣医師さんが6年、動物を扱う人が6年生のデメイクなのに、なんで最も大事な人が4年生だと。これはね、はなはだ悔しい思いです。で、なんでかなと考えたら、実は薬剤師さんも、これ正解かどうかわかりませんが、獣医師さんも開業できるんです。そうすると講習を得られます。ですから、6年間の授業を払っても、それでも後でペイできます。とか、学校の先生と看護師さんは、開業できま、基本的にはできませんから。サラリーマン社会です。そうすると、他の企業に勤めて4年間で収入もらえるのに、6年までいて、そして公務員の安い給与で誰もやんないよね、と。ということで、ここに実は問題があったのかな、と。そんなこともあって、4年間やって、そして1年間、あ、9年間で、一次試験受かったら、1年間手当を出してインターンさせる。そうすると、その人たちは十分先生になりたいわけですし、真面目にやるよね、と。まあ、こんな提言もその当時させていただきました。今でも4年生では短いと思っています。ですから、そうしたことを、それともう一つ、やっぱり、4年生、親が4年生で、先生も4年生だと、同等かそれ以上の意識があります。さすがにやっぱり5年生とかインターンだと、あ、6年生やると。そうすると、大学院出てきたんだよね、というと、やっぱり社会的な評価は若干違います。で、何でもいいからという社会的評価を上げたい。まあ、そんなので、いろいろ知恵を絞って、今、文科省と話をさせていただいています。実は教職大学院を全部にしろと言ったのは、私が子供の親なら、自分の子供が学校行った時に、1組と2組やって、1組が4年生の大学卒業してた先生。で、2組が教職大学が出てきた先生なら、親として必ずそっちにしてくれと。俺、1組嫌よと。実は収集がつかないと。って言って、実は猛反対したんです。全部しろと。で、最近になってようやくまた教職大学が少し増えてきましたけど、一時期低迷してました。やっぱり、はっきりした、方針が決まってないでスタートしちゃったんで、何やっていいか分かんないっていうのが実態だったんです。最近は、ストレートマスターよりも、現場の教師の研修に重きを置いて、そして現場の教習と一体化したり、そういうことで価値ができてきて、現場の先生が再教育を受けるというふうな形の使われ方が出てきたんで、少しずつ少しずつ今増えてきて、本来は最低5年、ないしは6年。実は5年でいいかというのは、4年のうちに、その大学院の2年のうちは詰め込んでやれば5年でできます。実は医学部のもう確か4年で、これ安田先生からあっという間に4年生で確か何回も試験を受けて、それで現場の実習できる資格をもらうんです。ですから、4年生でその試験を受かんないと5年生になれないはず、現場実習できないんです。それと同じようにできないだろうか、そうすると手当も出してもいいと思ってます。ですからそんなことをちょっとこれからやって、待遇改善なりステータスを上げていくような仕組みが必要ではないかなと思っています。ちなみに、ずっとこう調べていったら、昭和33年に7月28日に、中教審の答申が出て、これすごい名前ですが、文部大臣、灘尾幸吉さん、そして中教審会長、天野貞雄さん、あとの問題。で、この人が中教審の教員養成制度の改善方策について出してるんですが、その2の2括弧に教員免許状とあって、教員免許状の授与の適正をするため、授与権者は国とすることが望ましい。もうその33年に中教審の答申で出しています。そしてもう一つは37年の、教
行く教員養成審議会というのがあったんですが、この教員養成制の改善について県議となって、37年11月12日です。これの2免許なんですが、教員免許は国において授与する。都道府県教育委員会は国の委任により教員免許上の授与に関する事務を行う。あくまでも免許は国が出すというふうな、権威をしていますが、残念から、それからずっと進んでおりません。ですから、改めて、先言いましたように、いろんな、特に厚生労働省の資格は大半も、厚生労働大臣です。で、最も大事な教師がなんで、県の免許でいいのと。やっぱり、先言ったの、名は耐えてるんですが、やっぱり形っていうのは大事。そういう意味でも、これ国家資格化にして、しっかりと対応をしていく必要があるんじゃないかな。実は、平成5年、明治5年に学生ができて、日本ってすごい教育投資をしたなと思ってます。私は、昔で言う、山形県、南村山郡西郷村、大和田、細谷、和田なんとかということなんですが、今は、このままで100件、今80件ぐらいですが、そこで、生まれましたが、その西郷村に2つの小学校がありました。で、その私が卒業した西郷大小学校とは、明治5年学生でした。2年後にもう学校ができているんです。あんな国に金がないときに、よくもまあ、こんなど田舎に学校を作ったもんだと。ですから、戦前、農産村で一番いい建物は学校だったんです。今は社会福祉施設です。まあ、社会福祉施設は悪いと言いませんが、それだけ戦後の教育が大事だと言われながら、国の投資が少ないというのが、やっぱり一番大きな、問題だと、思っています。ちなみに、戦前のこれ、前に調べてなるほどだったんですが、明治19年に、まあ、いろんな、さっきの教師の、大臣、あるいは、知事は昔、直選知事ですか、ね、同じ国の仕組みですが、その同じ明治19年に、文部省尋常師範学校男性との学士支給型を定めてあります。で、これ、要は、尋常師範学校、師範学校の生徒に対する、学士支給、取り組みですが、その第一項に生徒の学士は左の5種目を支弁すると。食べ物、被服、日用品、修理及び予約、1週間手当とあります。その、被服って何だと。冬の衣装、夏の衣装、冬シャツ、袴下、夏シャツ、袴下。そして、街灯、外で着る街灯、それから靴、脚半、帽子、それから気象付きの帽子ですね、それから靴下、靴下は1ヶ月2足と、帽子は在学中2個と、そして、例えば、この日用品って何だったら、墨、墨汁、紙、筆ペン、鉛筆、ここに実は、さっき言った手当まで出してるんです。一週間の手当。で、ここは、一週間手当は、毎土曜日、在学生とにつき、近10銭。で、多分、戦前のこういう教育機関で、直接、この、学士ただだけじゃなくて、手当を出したのは、ここと士官学校だと思います。士官学校はちなみに、海軍政党手当全規則、政権検討って、これは確かにさ、ちょっと今、年中、明治22年です。出したんですが、現行海軍政党手当全規則あって、この中に、海軍政党手当は1日20銭です。片っぽ一週間で実践です。それだけ海軍士官学校の生徒っていうのは、高待遇で、まあ、いずれ国のために死ぬこともあるわけで、まあ、そうやって教育したわけですが、多分、
この他にあるか分かりませんが、調べた限り、学校の、いや、師範学校と士官学校です。それだけ学校の先生を厚遇してたということだと思います。それに比べて、今のに、これは我々の責任ですが、先生全然厚遇してない。もう反省しきりです。ですから、そういう意味でも、待遇と、それからステータスと、ぜひ、やって、行くべきだと、思っております。あ、さっき、ちょっと中途半端ですが、明治19年の戦前を切る教員免許証、小学校は、すべて文部大臣または地方長官。これは、直選の知事です。ですから、自主的に国がコントロールしている。そして、中学校については、免許取れるのは、高等、師範学校卒業だけです。中学校は、師範学校では取れません。高等師範に行って初めて、中学校の先生の、免許を取ることができます。で、中学校教員の免許証は、文部大臣が授与すると。ですから、今の、昔の中学校というのは、今の中学から高校にかけてですから、そこは全部文部大臣です。ですから、それでも戦前は、やはり国がしっかりと教師については、コントロールしている。ただ、実際に、じゃあみんなが資格取ってるかというと、先生が圧倒的に足りなくて。で、何があったら代用教員です。この人たちは資格も何もないけど、地域で優秀な人が学校で教えてました。多分、金がなくて、市営学校にも行けない。うちで農作業を手伝ってるけど、優秀なんで、その村の学校を手伝ってよと。この人たちが、なったんだと思います。やっぱり、国が責任を持って、教師を、の免許を与えてきた。ですから、改めて、名称を、教員から教師にすべきですが、免許はしっかりと国が、得る、国家資格化すべきだな、と思っております。時間もありませんので、最後に、一つだけただこういうふうにいろいろなときに財源が必要になってきます。で、皆さんが言うように、OECD の中で教育投資が一番少ないとなんか言われます。で、教育立国日本というより何で少ないの？それはやっぱり戦前戦後を通じて教育投資が多くて、大臣室の名残で今持ってるんだと思います。しかし、今のような先生、あるいは学校の状況からすると、私は ICT 議員連盟の会長なもんですから、iPad みんな支給しろ、一気に800何万台支給しました。これでその後、会見の時どうすると、出てきて、実は今回の骨太方針の中に、国策としての ICT 教育って書いてあるんです。ですから、国策だから国が支給すべきだということにしました。ですから、もう一回ぐらいは少なくとも国が支給するに。まあ、しましてこれ、文科大臣ではありませんから言えませんが、するつもりです。ただ、その先はとなると、実は最初からランドセル化もあるよね、と。まあ、4、5万であんな立派なランドセル買ってくれたら、iPad か、まあなんかタブレット、親が、おじいちゃん、おばあちゃんがね、どんどんプレゼントしていいんじゃないという発想は実は最初あったんです。でも、せっかくここまで進んで、ようやく、スタートした ICT 教育、今、個人負担にタブレットさせたんじゃ、まともになっちゃう。だから少なくとももう一回は、国と責任を持って支給しようと、そんな考えで、進めてますが、まあ、これも、財源が必要です。すべての800万人近い、小中の生徒にタブレット支給すると、4000数百億くらいかかります。まあ、1台4万5千円。そうすると、国の教育予算ってのは5兆何千億で、もうビシッと決まってて、とても余裕ありません。ですから、補正予算で最初2000数億出したんです。実は、今から4年かぐらい前に ICT の利活用促進の法律を作りました。私は対象で責任者で提案したんですが、で、それで、実は、補正予算で2000何億、タブレットとルーター、あ、ルーターじゃないの、Wi-Fi と、それから電子黒板セットでやりました。ただ、その実際にスタートした時にたまたまコロナが起きてきたんで、やっぱり家庭で授業するにはタブレットだったんで、急遽コロナ対策を含めて、あと2000億くらい、当初予算で入れて、
そして4500ドル。これでタブレットを全生徒に支給することにしました。やっぱりどうやって予算を作るかと。で、その時に、今、一つは、これはずっと前から、文部科学、何人かの政治家と話をしてるんですが、消費税、これが今 10% ですが、その消費税を上げるときに、税と社会保障の一体改革という名前で、いわゆる社会保障には税も含めて改革しなきゃならないんですよって言って 2% 上げました。それで、財務省出身の、役員なんかと一緒に、税と社会保障、ポツ教育の一体改革を考えられないかと。これ、私が今言うと、その後言ってんのかとありますから、あくまで私の試験ですが、いずれ消費税は社会福祉、子供が少なくて、年寄りが多くなるんですから、当然、社会福祉の負担が増えてくると、消費税をもう一回検討しなきゃならないと思います。そうしたときに、ただ社会福祉だけじゃなくて、まあ、社会福祉だけに医療とか介護に入る、年金も入るんですが、プラスとして、税と社会保障、ポツ教育の一体改革。それで、例えば 1% をそこから得れば2兆5000億円。これから消費税が増えてきてるんで、3兆円ぐらい、なるかもしれません。そこで確保すると。あるいは、教育目的特別税を作れないか。今、森林税とか、それから出国税ってあります。山の木を、山を守るために、山の面積から持っている人に税金を付加しています。だから出国する人に確か1000円だったのですが、プラスして税をもらっています。それと同じように、税を付加することができない。で、考えたのは、高校、大学は義務教育じゃないんで、実は高校は無償化、まあ、公立高校はほぼ無償化しかないんですが、支援金を出しています。12万程度です。で、大学は所得の少ない人、なおかつ一部の人に、奨学金という形で、給付型、返済しなくていい奨学金を出しています。で、これを無償化、するのも一つの方法かなと思ってるんで、実は皆さんご存知だと思いますが、日本の憲法で三大義務があります。で、最初の義務は何か。実は26条の2項に義務教育を受けさせる権利。1項は受ける。2項は受けさせる義務があります。権利は義務があります。で、27条の1項で、労働の義務があります。そして30条で納税の義務があります。ですから、教育を受けて、働いて税を払うというシステムで国が成り立っている。ですから憲法はその順番になっています。で、これ実は所得制限ありません。義務教育だから。金があろうがなかろうが全部同じです。だとすれば、高校、大学も同じように無償化して、その代わり、無償化したときにその後社会人になって税で返せないか。これは実はヘックスという今回どう子ども子育ての中で緊急に対応しようということにしましたが、このヘックスはまあイギリスとオーストラリアがやってますが、これ自分が大学で、受けた利益を将来収入をもらったら、まあ、300円以下、万以下のが好きしますが、その所得の何パーセントをその返す、返済する。ね、返済だと、所得連動型奨学金と変わりませんので、返済じゃないんだと。あくまでも出世払いだという理屈で、このヘックスを導入しようとしています。私からすると同じじゃないかという気がするんですが、まあ、皆さん頑張ってるので、まあ、それはそれでいいです。ただ、これだと、自分が得た、得た大学時代の利益しか税で返さないんです。例えば大学を出た人は大学出ない人と生涯獲得年金は7000万から8000万違います。
そうするとそういう人たちにずっと払ってもらえばいいんじゃないのと、得た分だけじゃなくて。そうすると、初めてそれで所得連動型奨学金と違うよと。ですから、卒業して、まあ、あるいは猶予期間作ってもいいかもしれませんし、300万以下はしないと、これは制度の次からですが、少なくとも60歳まで、自分の所得の2%、3%、イギリスの方が4%です。を、所得として、あ、し、あの、所得税と言いますが、教育目的特別税として、税として還元できないだろう。そうすると、例えば2億円の人は、毎年400万、国に税を払います。教育目的特別税を払います。所得の少ない人がいっぱい取らなきゃいけませんから、計算し、厳密すると、その人たちが大学に得た利益と、この税で返ってくるのが、どのぐらいになるかと、ちょっとまだ計算がうまくできます。少なくとも、国として、そういう人たちから、税で還元してもらう。そうすると、今、誰は理事長かわかりませんが、奨学金の、なんだっけな、センターあります。あれ、いらなくなります。で、文科省の役員には多分反対します。で、しますけど、それはシンプルです。ですから、そういうふうなやり方で、税を負担してもらう。それで、さっき言った高校、大学の無償化をやるとか、あるいはこうした教育、これだけでできるかわからないんで、さっき言った税と社会保障の一体化、税と社会保障と教育の一体改革も進めていく必要があるんじゃないかと、そんなことをこれから改めて議論をしていきたいと思っております。ずっとしばらく教育から離れてましたんで、ちょっと雑白な話になって申し訳ないです。ちょっと理路整然とならなくて、安西先生の前で恥ずかしい思いですが、まあ、一つの、まあ、提言というか、考え方だけ、申し述べさせていただいて、あとまた皆さん方いろんなご意見いただいて、少しそれを参考にして、今度は総務会長を辞めましたんで、少し時間ができましたが、この教育問題を、しっかりまた取り組んでいきたい。今度多分明日から、中央教育、中央政治大学の、塾長か院長になる予定ですので、まあ、その中でも少し、教育問題をやっていきたいと思っております。本当に雑把な話申し訳ございませんが、ご清聴いただきましてありがとうございました。遠藤先生、ありがとうございます。これから30分は質疑応答の時間といたします。先生からは、やっぱり国家資格の力強い言葉ありがとうございます。子供を育てるという意味では、保育士もそうなんですが、保育士は厚労大臣の資格があります。で、それに比べたら、じゃあなぜ、教師はなぜ、都道府県の教育委員会なのか、やはり矛盾がいっぱい残っています。から、今でも4年生では足りないと思っている、おっしゃる通りです。iPad、いや、iPad じゃなくて、ギガスクール構想で、ICT の技術が教員に問われているけれど、どこでも学んでいない。それが今度は子どもたちに教えなくてもいい。4年生では全く足りていません。おざなりの教育実習はやめてほしい。本当におっしゃる通りです。卒業生だから断れないというので、小中学校、高校の先生たちからは今でも悲鳴が出ています。で、財源の問題にまで踏み込んでいただきました。この財源の問題なしに、この話は全く前には進めません。ここまで踏み込んでいただいた上で、専門に進んで研究を重ねておられた先生方からご質問いただく、それからファンの先生、ぜひ一言言ってください。ではどうぞ。どうぞ。遠藤さん、ありがとうございました。教師の、まあ、プライドの問題というのは大きな課題だと思いますけれども、まあ、教師の学歴が低いということが一つの大きな課題で、で、これ、多分2009年民主党政権の時に、免許の修士レベルというふうな話も
一歩出ていたと思うんですが、それが、まあ、政権潰れてしまいましたので頓挫しているというふうに思うんですけども、これ諸外国に比べても圧倒的に教員の修士号を持っている教員の質がパーセンテージが低いっていうのは日本の大きな現状だと思うんですけれども、その上での、まあ、6年生の修士レベルの話っていうのは非常に納得できるところであるんですが、その、まあ、国家試験の話で、その、まあ、これ、占領軍が地方分権で進めてくるので、地方に、移住してくるっていうのはよくわかるんですけれども、諸外国を見ると、教員って国家公務員が圧倒的に多い。そうですね。はい。そうすると、その国家公務員化っていうことも、当然なら国家資格ということであれば、そこでも関係してくるんじゃないかなっていうことが、まあ、第一点。その点について先生はどうお考えなのかっていうことをちょっとお伺いしたいと思うんですが、その国家試験、先生冒頭におっしゃいましたけど、今の日本の教員養成制度の立て付けってものすごく複雑になっていて、単位の認定権は大学が持っていますけれども、免許の発行権は都道府県が持っているような、非常にこう、ちぐはぐなところがあって、で今までは、ギリギリその教員の質の担保というのは、教員採用試験でも担保されていたところがあったと思うんですけれども、それが今現状では、その教員採用試験がその教員の質の担保になっていないという状況もあって、でそれをいかにこう担保するのかっていったときに、やっぱり自然的に出てくるのは国家試験かっていうふうなことになろうかと思うんですけれども、まあ、その点の、議論で、これなぜ国家試験かっていうのが、抵抗があるのかっていうですね、ちょっとその辺もちょっと先生お伺いできればと思うんですが、で、先ほど1958年の中教審の、こともされましたけど、これ歴史を遡っていくと、もう敗戦直後から教育刷新委員会のところから、インターン司法制度の問題と国家試験化っていうのは議論として出てきて、それが、まあ、頓挫しているっていう、で、それがずっと出てきているっていうところもあると思うんで、その点の、ことをちょっとお伺いしたいということと、あともう一点国家試験化について言うと、先生お触れになれませんでしたけども、大学の教員の立場からすると、各都道府県でやっている採用試験のレベルがあまりにも低すぎる。という。で、それに、いわゆる大学で勉強している内容と採用試験で問われる内容っていうのはほとんど連動していない、ものすごい質の低い問題が行われているという現状もあって、で、その質を担保していくって、日本の大学、私も教員養成のに携わってますけど、あんまり大学の教職課程ってあんまり信用できないところもあって、で、そうすると、その出口のところで、そこを担保していかないと、つまり試験、国家試験で、ある程度の問題のレベルでそれを担保していかないと、大学も動かない。教員養成課程のですね、活性化にもつながっていかない。で、学生の立場にしても、大学で学んでいる内容と採用試験の問題のレベルがあまりにも違いすぎるというような、そういうアンバランス感もあると思うんですけども、で、そう考えると、やはり国家試験という形で、その質を担保していくっていうようなことがどうしても必要になってくるんじゃないかな。でそれは当然先生がスポートに言われたような教員の、まあ、使命感であるとか、プライドであるとかっていう問題にも連動していくと思うんですけども、その点のことをお伺いできればな。はい、まず民主党政権の時の2009年ということは、平成21年かな。自民党が矢に下って。そうそうですね。ですから、その3年前に私は文科副大臣やった時に、教職大学院をスタートさせたんです。で、その時に散々抵抗したんですが、まあ小さくんで大きく育てるということで、将来は全部教職大学にするっていう文章も当時の初中局長が書いて、初中局長と高等局長、前夜っていうの、清水というか書いてきたんです。今の紙持ってればよかったなと思って、前夜を信用して書いちゃったんだけど、まあ、すぐになるとは思ってなくて、設備とかで借りたんですけど、でも、将来全部やるよっていうんで、決算したんです。で、全然進まずに、そのうちに、要するに6年卒業しても4年卒業しても、同じなら4年生はいいよね、と。で、みんな入んなくなって、どんどん教職代が減ってきちゃう。で、最近、先言ったように、ストレートマスターじゃなくて、
現場の教師が最強行くとかね。本当はね、実は大体先生がね、私、教諭、主任、それから主幹かな？で、副校長とか、今度指導室とかね、わかりにくいと。こんな自分たちしかわかんないのやめて、もっと一般の人が分かれる制度にしろと今一生懸命言ってるんですけど、少なくとも、校長、教頭については、今でも面接で試験ですけど、堂々と資格化しろと。そうで、たまたま平成18年だか17年に、当時ピサの成績が良かったフィンランドとイギリス行ったんですが、フィンランド行ったら1級校長、2級校長だって、これ資格試験なんです。そうするとね、30代でも校長になるんです。早い人は。でも50代でない人なんだね。日本は、まあ大半をさせて、で、今はそうなりますね。昔は、最後の3年間に校長させてくれとかね。いろいろありました。でも、少なくとも、やっぱり、学校系っていうのは校長が経営者ですから、経営者である校長が全責任を持ってやるには、やっぱり資格を持って、自分の先輩がいようがね、できないと、うまくできないはず。でも、例えば自分の先輩がいるのに、先んじて自分は副校長があると、特に山形大学の柔道部の先輩がいると、後輩はなかなか上手くできないと。日本型社会はね。そうすると資格があればいいんじゃないのと。で、資格化も、その専門職大学で、例えば1年間、通信教育でいいんで。で、これやって、この資格取った人は行きますよと。で、そこ取らない人は行きませんよと。こういう使い方も専門職大学院があるんではないか。で、これと、さっき言った研修とね。まあ、そんなこと今少し増えてきたんですが、まあ、どっちにしても、その当時全部6年生、だから修士にしようと言って、一部済んだんですが、ここで頓挫した。多分、これ鈴木寛じゃないかと思うんです。この修士の話したら。そうです。まあ、鈴木寛が一番仲いいんですけど、結局、今言ったように、6年生に行くメリットがないと。給与があるわけじゃないし、早くいらわけでもないし、だったら何も行かなくて、で、まあ、後で、頑張って先生になってから行ったっていいし、っていうんで、全然増えなかった。だから、国家公務員っていう話ありましたけど、なんで、その教員免許が県単位なのかと。で、戦前も一応、地方長官、これ知事ですわ、さっき言った感染知事です。だから、文科大臣と感染知事。で、中学校、やはり日本の今でいう高等学校は、高等師範卒業生しかなりませんが、免許は文部大臣が出すと。で、なんでなったかずっと考えてたんですが、これは推測ですが、アメリカの教育制度をね、元にしてきたんで、で、6334制で。で、アメリカは今6年生なんかやってないんですけど、そうするとアメリカは州ごとに教育制度違いますんで、アメリカは州で全部権限与えられるんです。で、それとこう真似たんじゃないんですか。だから、多分、県知事に、認可を、もう教育委員会ですので、実質的には県に与えた。で、実は、教育委員会制度の時に、当時の安倍総理と下村大臣とやり合って、教育委員会を残したんですが、その時に、教育委員会で何であるのと言った時に、あれはアメリカで、日本だって、文部大臣を、国会議員を大臣やってるじゃないかと。だから、そんないらないんじゃないのと、もう知事が全権持っていいんじゃないって言った時に、議論したの、いや、これは教育委員会制度、農業委員会制度、公安委員会制度等々は、独裁を防ぐためのチェック組織です。だからアメリカで成り立ってるんです。だから、日本は、国は間接民主主義で、一回選ばれた国会議員の中から選ばれるんで、これはチェックされています。しかし、知事や市町村長は、直接民主主義ですから、直接選ばれる。そうすると、この独裁をするために、この委員会制度があったんです。だから、知事や首長を勝手にしないように、というんで、教育委員会制度が持ってるんで、これは大事にすべきですって、残したんです。ただ、教育長と教育委員長2人いるんで、分かりにくいと。で、これ一緒にしようと。これ実は、
当時 A 案、B 案、C 案ってやったら、この C 案を作ったんですが、C 案ってわかんないんで、日本銀行総裁型という名前にしたんです。日本銀行総裁は国会の同意人事です。総裁じゃなくて、あの9人の中の日銀政策審議は全部国会同意です。で、日常の行事は総裁副総裁がやります。で、金利決定等だけは多数決でやります。で、それと同じように、今でも教育長ちゃんと教育委員長は同意人事だったんですが、実際の仕事をしたのは教育長です。で、教育委員長なんてたまにしか出てこない。で、この人の最終決定、これおかしいよねというんで、教育長に一本化します。しかし、教育委員にはその権限を残すために、日本銀行総裁型ということにして、同じような仕組みにさせてもらった。で、もう一つ、これ裏の話もあって、まあ、表は、そうなんですが、特定の主義主張を持った人が首相になったときに、教育が変えられちゃうと。教育が直しちゃうと。それを、教育の中立性を担保するためにあった方がいいと。ということで、残した。で、もう一つの裏の話は、いじめなんかがあって、事件が起きると、これ、教育長が、そのうち行って謝ったり、まあ、いろんなします。これ、教育長いなかったら、首長が直接行かなきゃいけないんです。そうそう、1日2日も、もう、うち行って、とても収拾つかない。だから、ここは教育は教育というふうにして、きちっとした方がいいというんで、実は、ようやく都会喜三郎先生に協力してもらって、で、義家を説得して、で、それでなんとか残せたんです。ただ、今ちょっと、本人にしてはあまり教育委員会が硬すぎて、もう取っ払おうかと若干思ったりしてます、今は。でも、あともう一つ、若干脱線しますが、今、教育委員会が学校を所有しています。これ、もったいないんです。で、これ、働き方改革になるのなおさら、夕方4時ぐらいには先生いなくなります。ずっと空きになります。だったら、これやめて、朝の7時から夕方、まず、すべての管理責任は首長、市が持つ。そして朝の7時から夕方4時までを学級委員会に課す。で、それ以外は、市の責任ですから。学校で事件を起きようが、先生が飛んでいく必要はないと。それは市の管理が、すべてのいくつかの学校があるわけですから。ここで行けばいいと。もう一つは、これによって、一気に3万の、体育施設と文化施設が地域スポーツになります。今、ちょうど部活の、これ実は部活の地域移行って私やめろと。部活と地域スポーツの一体化並びに連携だと。今まで頑張った部活の先生がダメだから移行なんて誰もやる気にならないと。もう一体化、あるいは連携すると言ったときに、施設がないって必ず言われます。でも3万もあるんだよと。世界でこんなに待機せざる国ってないんだから、これ有効利用できれば、だって夜中だったってやっていいんだよと、市が管理してれば。そうすると、例えば先生とかだけは鍵かけておけばいいんで。例えば音楽教室は地域音楽なんとかの拠点にすればいいし、場合によっては理科の実験室は何でもいいし、スポーツ文化の拠点にできると。そうすると一気に3万の施設が出来上がる。だから、学校教育委員会の使用物から外して、その時間だけ委託を、まあ、借りると。で、逆転させた方がいいんじゃないか、というふうなことを今提言して、それを、まあ、少しずつ変えていきたい、思ってます。まあ、ちょっと脱線します。そんなことか。だから、教材用試験は、結局、全国一律でやれば一番私はいいと思ってます。で、今は、県で大学ごとにやっても、採用試験で担保してるんだよと言います。だから、そのレベルがバラバラであっても、採用試験担保してるからいいんだよと。しかし、それにしても、少なくとも山形県の、で免許取った人が東京の先生になるわけです。鹿児島の先生になるわけです。まあ、もう一回採用試験しなきゃなりませんけど。だから、やっぱり一本化した方がはるかに合理的だし、それから、県ごとにこの問題作るのみんな苦労してるんです、実際は。だったら、もう全国、まあ、文科省は、一次試験の一本化って言ってますけど、もう全部やっちゃっていいんじゃないのと。
で、あとはその県が自分の県に合う採用の仕方をするべき、採用するべきになって、そのはるかに合理的だと思っています。まあ、若干、ちょっとポイントは違うかもしれませんが。ありがとうございます。国家公務員課については国家公務員課、自主的に、そこはちょっと悩ましく思ってます。免許として仕事をしているときに、例えばフランスなんか確かに国家公務員です。ただ、日本はそういうその、仕事をしている人をある程度自由闊達に、だから、自分たちの、なんていうか、努力でいろいろ変えられると。というんだとすれば、むしろ国家公務員、免許を与えるけど、しかし、国家公務員でなくていいんじゃないかな、って私は思っています。で、若干、日本の教育って、いろんなこう流れあったんですが、昭和49年入省、なんだっけな、ゆとり教育をやった、誰だっけな、寺脇県のやり方は正しいと思ってるんです。ただ、寺脇県のやり方は正しかったんだけど、あいつ自分一人で、あいつってやれない。一人で走っちゃったんで、その文部科学省の同僚も理解してない。そして、ましてや、文部省の役人が理解してないのに、県の教育委員会が理解できるわけない。なおさら学校の先生が理解できない。そうすると、なんだっつったら、ゆとりっていうのは、授業料の時間も減らし、内容も減らすって誤解されちゃって、潰れちゃったよ。でも、私はフィンランド行った時に、1年生から、実はゆとり教育です。で、机の上に座らせて、で、2人で、1年生から議論って話させます。ですから今、アクティブラーニングだとか、まあ、いろんなこと言ってますけど、あれ、ゆとり教育と同じです。うん。で、それを、ゆとり教育ダメだって一時期自民党の議員が騒ぎましたけど、中身一緒です。ただ言葉が違うだけですから、ピサの結果で実はゆとり教育の人は伸びたんです。そのゆとり教育やってる最中は下がったんですけど、その教育を受けた人のピサの結果上がったんです。だから私はゆとり教育っていうのは間違いじゃなかったし、やっぱり自分で個別最適化ということは、当然その学ぶ量も学ぶスピードも理解能力が違うはずですから、そういう意味では今言ったゆとり教育、アクティブラ、いろいろ今いろんな教育のやり方ありますが、どっちにしても270万人私の時に生まれて今80万切りましたから、簡単に言って1人3倍の能力を発揮してくんないと、日本の国力は増えないんです。ですから、そのためには、まさに iPad なんかも使いながら、一人一人の能力を上げて、そのためにはスピードも内容も、やっぱり一人それぞれ違う教育をしていく。そうすると、結果的には、一人教育と同じじゃないかなと。名前が違います。まあ、そんなふうに思ってます。ありがとうございます。次、橋井先生。はい。ありがとうございました。非常に共感するっていうとあれですけれども、非常に私が考えていることをもう言っていただいたという感じで、実はそれは伏線があって、先生がですね、全市教協という小原さんが立ち上げられているところの会の講演を先生されたとき、ちょうどこの、第二次提言が出た直後ぐらいだったんですけれども、おっしゃったことが、まあ、私もそういう方向に変えたいなというふうに思わせていただいた経緯もあったので、今日もその話をさらに強く感じていました。ただ、まあ、その後の改革の中でちょっと違う点が出て、今日先生もおっしゃってくださった点なんですけれども、教育学生自体が時の議論で、確かに先生おっしゃるように義務教育学校ができてですね、小中一貫の方向に動いてるんですけれども、ただその時に免許制度は別になっちゃうんですよね。で、そこがちょっと私は問題をはらんでると思ってまして、先ほど先生おっしゃってくださった、例えば444のような区切りをした時に、今の免許制度の場合だと両方の免許持ってないとそこに絡める。で、そうすると、養成段階非常に苦しくなってくるっていう問題があると思うんですけれども、まあ、そのあたり先生、どういうふうにお考えなのかっていうのが1点目です。
2点目は、その後だったと思いますけれども、教育民法等の、改正があって、いわゆる教育委員会主導の形で、例えば、協議会を設けて、で、教育育成指標を各教育委員会が作って、まあ、そのもと、それとの協力で、大学での教員養成や、あるいは研修を行うというような仕組みへの転換が図られて、さっきから出ている国家資格とか、あるいは国家公務員とかっていうのとは逆行する、いわゆる各教育委員会ごとにやっていくっていうような方向に、動いているように私には、思えるんですね。で、そうすると、まあ、教職大学院の先ほども先生少しおっしゃってくださいましたけれども、教職大学院も研修の一環として利用されていて、まあ、教員の資質能力向上にはなってるのかもしれないけれども、本来意図していたような、例えば6年生の移行とかっていうことはあまり想定されずに、研修をまあ2年間やるっていうふうな扱いになってしまってるんじゃないか。まあ、その辺の、なんていうんですかね、本来、6年生への移行を見越した教職大学院だったとすると、今の仕組みはむしろそうじゃなくて、研修としてしか使われてない。ようなところはあるんじゃないかっていうふうに感じてるんですけども、そのあたり先生のご意見をいただければというふうに思っています。その私もさっきおっしゃった全支給の話あたりからちょっと教育問題教師も取り組んでなかったんで成長はないな。ただやっぱり文科省の中も文科省ってブレるんです。一番ブレる役所です。なんでブレるかと簡単なんです。絶対的な真実がないから。同じ文部科学省の中でも、科学技術庁系は、例えばロケットが失敗した、原因は何かって言ったら、羽のここら辺の配線がちょっと通る。これ、国会議員でおかしいって指摘できるやつ誰もいません。教育だけは、全部100人自分が正しいですから、文科省は時の権力にどうしても、なんていうか、残念ながら流されちゃうんです。そうすると、流されないためにどうするかって言ったら、まずガチッと制度を守ると。で、財務省と話したことしかしないと。で、それでこの教育者実行本部を作ったときに、お前ら財務省と絶対話すんなと。生で持ってこいと。そして、生で持ってきたのを、我々が、話するけど、そうすると、あなた方は多分財務省から呼ばれて、多く言われるだろうと言ったら、いやいや、私たちはやめてくれって言ったんですが、国会議員の先生方言うと聞かないんですってやってこいと。って言って、本当にやらした。したら、財務省から最近の文科省の役にはえげつないと、って言われましたけど、えげつないぐらいでちょうどいいと。ちょっとやっぱりね、絶対的な真実がない分だけ自信がない。やっぱり一つ大きな問題で、その時の状況、さっき言ったように、あれだけ苦労して、ようやく英語を決めたのに、ちょこちょこっと冷やがって、パッとやめちゃったとかね。だから、さっき言った昭和39年の、渡辺昭一さんだ。渡辺昭一先生と、平泉航大論争だって、本来から言うと、平泉さんの優勢だったんだけど、結局義務教育に残したいと英語の先生とは、学校の仕組みから言って、こっちが残っちゃった。だから読み書きがずらついて、今でもせっかく小学校の英語教育を、どっちかと読み書きじゃなくて、聞く話であるのに、中学校行った瞬間に受験で読み書きになっちゃう。ほんでバカバカしい話ない。だから、さっき私トフルアイルしてましたけど、トフルはあれ言うと、例えば、トフルなら何点、アイエルツは何点、例えば、慶応大学の、法学まで決めたら、生徒は少なくともその中の一つでクリアしてから受けるわけですから。そうすると、これで、アメリカの大学にさっと採用してれば、利用できる。ね、アメリカの大学で、生活できるんなら、それでいいよね、と。実はたまたま、うちの娘がちょっと年いってからなんですが、去年、急にイギリスに行きたいと。で、昔、早稲田の音楽部で演劇やってたんですけど、血迷ったのに怒られちゃう。ちょっと、パワハラかせかっていう娘にから言われそうですが、急に行きたいと。で、あそこアイレスだよね、と。っていうんで、アイレスを始めたら 5.5 しか取れないと。
で、ロンドン大学は 6.0 だけダメだって言って、一生懸命やったんです。なかなかうまくいかない。それで、じゃあって言って、ロンドン行っちゃって、それで、もうロンドンの、なんとか学校入って、この場合、いくつだったら 6.5 は超えたなと思いましたけど、だから、もうやっぱりその中に馴染むのが一番なんで、だったら、アメリカ社会や、いわゆる欧米社会で使ってる、その IELTS TOEFL で馴染ませた方が、はるかに合理的よね、と。で、その時にね、もっと反対はね、民間試験なんか使用できるか、と、あったんです。特に学校の、公務員ですか、皆さん。その時に言ったのは皆さんね、と。国土交通省で ISO という環境とかね、あります。あれは別に世界基準じゃないんです。ヨーロッパのどっかの民間団体が作った基準を、国土交通省は、この、ISO をクリアしないと入札参加させないって国家権力化したんですよと。だから民間試験だっていいのはいいんですよと。だから何問題ないんじゃないって、ようやく押し切ったんですけど。まあでも、やっぱりちょっと、文部科学省はちょっと強い風に言われちゃうと、逡巡しちゃう。これはやっぱりある意味かわいそうかなという気がしています。ですから、若干進んでないんで申し訳ありません。ちょっと真面目に教育問題取り切りますから。天中さん、はい。あ、どうもありがとうございました。今の話とも結構関係するんですが、今日看護師の話が結構出ましたけど、はい、看護師さんの大学院はあんまり現職の方しか入れないというか、下からすぐ上がってくるような人は入れないです。5年間ちゃんと看護師やった人とじゃないとありません。そういう形で、今言った話がうまく合うように使われているようにしますし、まあ、それなりにこの平成入ってから30間の研究のくらいで地位の保障というのもかなりあったと思います。だからそれ、やっぱり専門職団体の役割っていうのは大きくて、国から与えられたものでは必ずしもなくて、むしろ国に働きかけて自分たちの地位を保障させたという側面はかなり強いんだと思います。で、おそらくアメリカもそうですし、ヨーロッパもやっぱり職業団体みたいなのが、まあ、それは大学とくっついて、アクレディテーション団体についてさらに、そのチームを送りする。その時に、教員の専門職団体っていうのは、やっぱり日本は労働組合だとしか世の中の人には思われていなくてですね、まして、長らく政府と対立してるっていう構造にあったわけで、まあ、この問題はなんとかしないと、やっぱり、その教師っていう職業を確立して社会的な法定の評価を獲得する、確立するっていうのが、まあ難しいのかなっていう気はしてます。ただ一方でその厚労省系の資格と比べると、やっぱじゃあ養成課程が指定規則でかなりがんじがらめに縛られていて、あのやり方でいくと、結局教員養成の師範学校みたいなものになってしまって、特に中学校、高等学校も、教員要請は比較的開放性で緩くやってきた良さもあるので、まあそのところとどう線をつけていくのかなというのが気です。もう一点、教育への投資のところして、まあ日本は教育投資少ないって、それは公的な資金少ないことは確かですけど、民間資金までいればかなり大きいわけで、おそらく少子化進んでる理由の一つは、やっぱりその小さい子供が小さいうちから教育にお金をかけようというのがそういう原因になっている。ただその時に学校、公的な学校に期待するんじゃなくて、塾であるとか、民間教育とか、学校でも私立学校を選ぶ、そういう形での教育の機会の選択によってお金をかける方向にっていうのがあります。で、それとセットになっているのが、まあ、結局自分さえ良ければ、自分の子さえ良ければいいんだっていうその教育観が、やっぱかなり強く根強いんでしまっていて、それをさらに進めると、その学校教育から得た利益も全部自分たちが受けるのは当然だっていうような教育観、人生観っていうのがかなり強くなるんですね。英語の入試の民間試験も反対されたのは結局あれって今の仕組みで得をする人たちがすごく反対したんですね。下克上を怒らさせないぞっていうような比較的今のこう受験の中でうまくやってきそうな人たちがすごい反対して不平等だ。ちょっと違うんじゃないかなと僕は当時思ってましたけど、まあ一方そういうものが非常に強く、それはさらに先まで伸ばしていくと、さっきの高等教育税みたいな。いや、利益は自分のものだから税金で取られるのはけしからんみたいな、まあ、そういう話と繋がっていくんで、結局この教育っていうのが何なんだっていうところを根本的に変えないと、国
国からくれるのは嬉しいからくれくれとは言いますけど、そうするとまあ肌伸びする人が増えるだけで、それこそ本当のモラルハザードみたいな状態になりかねないんです。で、この教育っていうのは自分たちのため、自分のためでもなくけど、みんなのためなんだっていうのをいかにしてこう社会に広げていくかっていうのが、この先生のこの改革案を達成する上での一番の肝なのかなと思いますが、それについてご意見を伺えればと。その最後の教育って何と。から自分のためみんなのためというんですけど、実はね、こう面白い話があって、所得の少ない、人には手当を出します、ね。なんだっけ、何手当ってか、所得少ない人たちに、なんだっけ、一般的に。生活保護もありますが、あれ、よくその生活保護が、最低賃金より高いとかね、けしからんと。それから、所得のある人がどう言いますけど、全然視点変わった人から見ると、生活保護受領の人たちに、口が保護してるから治安が安定してると。あげみたいに、そんなことしないと、金のある人はみんな自分のうちの兵を作って、監視カメラを置いて、で日本の治安の差は実は生活保護だって言ってる人もいるんです。ところが、全部正しいわけじゃありません。一部正しいんだと思うんです。ですから、教育というのは結局、ベースを作るわけですから。そうしたら、もう自分のためであり、社会のためであって、だから、これはもう、研究とかなんかじゃなくて、もう、まあ、早くやったら、こうなんだってこう、言い切るしかないのかなと。いくら研究して、なんかやっても、なかなか難しいと。だから、そういうふうに言い切るしかないのかな、実は話聞いてもらって、実はさっきの、看護師さんとかなんかの話がありましたけど、やっぱり、日教組としても何回も話したんです。で、日教組は、確か2009年かなんかに、労働者という言葉をやめたんです。そして、その後しばらくして、政党支持も自由にしたんです。一応。でもやっぱり昔の、が残ってて、今でも日教組は連合に入って、まあこれ、働く人の組織だから、私はある意味やむを得ないんだと思います。ただ、今の私いろんなことをやったときは、常に日教組の委員長の幹部と話して、英語教育の会、実はやってくれと。ただ、英語の先生反対するけどね、とかね。それいっぱいあります。ですから、必ずしもで、今は確か日教生 20% ぐらい以下いないからで、言ってるほど大したことない。あ、これちょっと言うとこやりな。言ってるほど、世の中は日教生で動いてるんじゃないんです。だから、ちょっとやっぱり過剰反応、昔のね、過剰反応してるのと、ちょっと北海道だけ強すぎるんで、そこよく独立グレンタイラって言われますけど、ちょっと、市民制度の、手当を一切個人やらないで、で、どうに返したらどう受け取れないっていうか、結局教育面があって、あれを使うわけですよね。だからちょっと不思議な、資格になってますけど、やっぱり日教組が、労働、働く者の代表だから労働組合って、これはこれでいいんだと思います。ただ、実際に現場で教育したとき、どっちが正しいのと、あなた方先生やってて、そんな自分のためだけでいいのと、これはやっぱり常にお互いに話し合いをしていくというか、日教組は行かないとかね、俺たちは自民党は絶対付き合えないと言わないで、それは選挙は選挙で戦ってもいいですし、それから権利として、今言った待遇とかなんかの問題を、やるのいいですけど、我々がこうやって、あなた方のステータスやね、待遇を守るっていうのに選挙で反対って言うなよと。と言うんですけど、なかなかそれは面白くない。ただ、ここはそんなにね、ガチガチで考えなくていいんですが、やっぱり若干さっきの北海道、いつかの県が、まだ頑強に対立の構図があって、まあ、そこはやっぱり時間かなと、思ってます。それから、実際に金かかってて、塾とかね、私立学校とか、自分の子さえとか、まあ、いろいろ、こう、あるんですけど、ただ、そうは言いながら、やっぱり、まあ、義務教育ということもありますが、
公教育がしっかりしているということが日本の強みだと思っています。実はこの前、子ども家庭庁を作ったときに、3兆円のメニュー出てきたので、私は、まあ、総務会長立場なんで、あんなのもいらないと、やめたほうがいいと。こんなその、あんな手当を上げるだけだったら、厚生労働省でやればいいじゃないか。子ども家庭庁が作らなくていいと。で、公教育の再生って書けって言って、総理にもいろいろ言って、ギリギリ書かせたんです。そしたら書きすぐらい書いてきたんですけど、その時ね、加藤勝信厚生労働大臣がね、すぐ反応して、じゃあ文部科学省からしてくださいと。で、言ってるんですけど、やっぱりもう主太郎も労働、厚生労働省の人間をやってるんで、どうしても手当が優先なんです。でも、さっき言ったように、教育を受けて働いて税金を払うというのが社会システムの根本なんで、教育が先よと言って、なんとかいっぱい書かせたんですけど、やっぱりベースとしての教育がないと、で、その中で、公教育の中にある程度自由な、いいスクールがあったり、夜間中があったらいいですけど、私学は私学でね、やっぱりそれは自分の特性を生かしてやっていきたいというのは、それぞれでいいんだと思うんです。あんまり、公教正しいから全部ここでやるじゃなくて、公教育は公教ってしっかりやりますと。しかし、自分で独特のペースでね、やりたい人、あるいは、戦前なんか多分、学校に行かないで、家庭で教育した子供結構いい。そして、麻生さんのことかな。これは全く変わりませんけど、やっぱり、そういうふうなことが、あって、もうちょっと自由度は高めていい。ただ、公教育としての制度設計だけはしっかり今日やっておかないと、最後の担保ができないと思ってます。ありがとうございます。まだまだ伺いたいことはたくさんあるんですが、残念ながら時間になってしまいました。ただ、先生は再三、また教育について一緒に考えていきたいという力強いお言葉をいただきましたので、ぜひ私たちのプロジェクトを、使っていただきたいと心から願います。最後に、東京財団政策研究所の安西雄一郎よりご挨拶です。面白いですね。前本先生には本当に長い間ご指導いただいておりまして、近い方でも、自民党、民主党、自民党とも変わった頃、中教省にずっとおりまして、再生実行本部の方でもやっておられますけど、まあ、文教の重鎮でいらして、スポーツもなんですけども、まあ、教育の方でもおっしゃると、最初に言われた英語教育の問題から達成度テストのことから、教師インターンから、432っていうか、4442っていうか、そういう、小中高校の制度まで変えていこうということなんですね。相当こう、革新がついた骨太の、政策方針と出されてこられたんですね。で、それが、まあ、むしろ、なかなか実現していかないと、先生前にして申し訳ない。私にとってもそうなんですけど、じくじたるところがあるわけです。で、その中で、特に国家資格の問題、ちょっと長くなって申し訳ありませんけど、宮川さんっていう大臣政務官やつが亡くなった、宮川先生ってお若い方おられて、山梨学院の中高の英語の先生だったんですよね。で、宮川政務官に政務官室に呼ばれて、何かと思って言ったら、評判って、全国の教師、先生方の質の表なんです。質これちょっと出せ、もう亡くなられちゃったんで、わからないんですけども、まあ、いずれにしても、これを見せられて、とにかく教師の質が本当に問題なのよ。私はなかなかだから、安西先生やってねって、こう、今から何年前ですかね、もう、2010年代半ば頃だったと思うんですけど、言われまして、それからずっと国家資格、彼女は国家資格にすべきだって、その時おっしゃったんですけど、それで、その時私は、うん、国家資格で、ちょっとこう、首かしげた、もう、記憶がありまして、その理由っていうのは、やはり国が、教育を握る、
ていうことが一体どういうことかというのがやっぱり、戦後育ちでそういうことがあったんですね。ただその後教員不足の問題から教員の質の問題からいろんなことが出てきまして、私は国家資格にできるんであればそれはそういうことは考えるというふうにだんだん分かってきた。でその中で、何かと申し上げますが3つぐらいやっぱり本当に国家資格を考えるんであれば、課題があるんじゃないかと。で、一つはですね、まあそういう論点を整備してそこをこうついてきちっとやっていかないとなかなか理念だけでもない。一つがですね、時代の力なんですね。三つの力でして、時代の力がさっき言われたように、どっちかっていうと、中央集権というよりは、むしろ、オープンで分散的な方向に向かっていて、それぞれの学校が自主的に考えていってほしいなって方に向かってるように思われるんですね。まあ、デジタル革命もどっちかっていうと、そっちに向かっていまして、ただこれは国家資格を入れていくということとは中立で、むしろ逆に分散的にやっていくんであれば逆に教師の質をきちっと担保しなきゃいけないという方向に考えられる。それから2番目は、伝統の力、ちょっと既得権益ちょっといきませんけど、やっぱり今、教員免許を出している大学とか、教員養成課程を持っているところとか、あるいは、教員養成に関わっている方々がたくさんおられるわけです、ね。そういう方々から見たときに国家資格っていうのはどういうふうに見えるか。それから、じゃあ国家資格の、例えばなんか試験をするときに誰がそれを仕切るのかっていうことになったときに、今までの方々がやるんだとすると、それは内輪でこうやってることになるんじゃないか。結局は今までと似たようなことになるんじゃないかっていうちょっと懸念がある。まあ伝統って言ったらですけど、今まで戦後積み重ねてきたそういう岩盤があるわけですね。で、国家資格って言っただけでそれが崩れるかっていうと、それはなかなかそうはいかない。むしろ岩盤の方々が国家資格を、こうなんだよ、リードしていくことになる可能性はあると思うんですね。でそれが2番目。3番目は、さっき申し上げた、まあ、イデオロギーとまではいけませんけれども、まだまだその国が、教育の資格を出すってことについて、医師とか看護師とか弁護士と違って、なかなか教育っていうのは、その、どの人がどのぐらいの教育者としての質を持ってるかを測るのが難しいので、そこのところをこう疲れる可能性はあるんじゃないか。まあ、ちょっと細かい話で申し訳ありませんでしたけれども、今までの私の教育改革の経験から言うと、そういうところをちょっとこう具体的に詰めながらやらないと、本当のこう本丸を、突破することってなかなかやりにくいなっていうのが、まあ、そういう中で遠藤先生にはぜひ、文教のことも、私、ラグビー仲間なんですよ。ラグビーの話、名ハーフですか、ポジションは。そうなんですけれども、まあ、スポーツ、っていうか、もう、センター委員長から、総務会長までやられた重鎮でいらっしゃいますから、ぜひ、日本はやっぱりこれから教育が、根幹でありますので、遠藤先生にはぜひ、改めて文教についてご活躍いただければというふうに願っております。今日は、この財団までいらしていただきまして、ご多忙のところ本当にありがとうございました。大変いい、素晴らしい話を聞かせていただいて、これからに生かしていければというふうに思います。松本さん、それから、今日、ご出席の皆さんにも、中井さんにも、お礼を申し上げたいというふうに思います。改めて、遠藤先生、本当にありがとうございました。ありがとうございます。